カーデンベルゲは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、クックスハーフェン軍ザムトゲマインデラントハーデルンに属す、町村である。このザムトゲマインデには、カーデンベルゲを含め14市町村が含まれる。カーデンベルゲは、クックスハーフェン軍のオーステ川及びエルベ川下流の近くに位置している。カーデンベルゲは、クックスハーフェンの南東に、シュターデ及び、 ハンブルクの北西に位置している。カーデンベルゲに隣接するマチソンは、北はバリエおよびエダークバルト、東はオーベルンドルフ、南はビングスト、西はビュルカウおよびノイハウスである。ユルゲンウドルフはラジオ番組ではオースネメンフォーシャーで以下のように述べている。この地名は850年前から伝わっている。この地名の一部であるキャドは死亡編を意味する。 中引くドイツ語の経度に由来する。この語は他にも、不潔や、汚れも意味する。したがって、汚れ、泥沼、あまり美しくない風景が語源の解釈の候補となる。この地名の解釈は、非常に難しいカーデンベルゲは1148年に、初めて文献に記録されている。元の聖ニコライ教会は1319年頃に、初めて記録されている。 1742年から1752年まで古い基礎の上に教会の新しい建物が建設された。1319年頃ブレーメンの騎士量が記録されている。1724年旧騎士量に3階建ての領主館が建設された。この建物は後にブレーメン博の騎士の所有となりカーデンベルゲ城と称した。現在この建物は カーデンベルゲ職業訓練学校の寄宿舎となっている。カーデンベルゲは中世以降この地域の市場が開催される場所として発展した。1881年ハンブルクからクックスハーフェンに繋がるニーダーエールベ鉄道の駅が建設された。このカーデンベルゲ駅は1905年と1912年に拡充がなされた。1965年6月1日。 カーデンベルゲ、ビングスとオペルンは、ザムトゲマインデアムドプロックを形成した。ビルカウト・オーベルンドルフが1970年に、ノイハウス、ベルム、ゲーファードルフが1972年に、これに加わった。2016年11月1日に、カーデンベルゲは、隣のゲーファースドルフと合併し、新たな自治体カーデンベルゲが形成された。 それぞれ12月31日時点の数値、ザムトゲマインデ役場のカーデンベルゲ支所カーデンベルゲの町議会は15人の議員で構成されている。これは人口3001人から5000人のザムトゲマインデに、属す、町村マチソンの議員定数である。議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のボルフガングヘスを人気中の名誉職の町長に選出した。 第二次世界大戦後の蝶々を列記する図柄左右に分割。向かって左側、蝶部は赤字に銀色のカラスキ。その下は銀字に青い海を向かって右に進む黒い方を張りマストに赤い三角木をつけた赤い一本マストの船。向かって右側銀字に分割船から半分だけ現れた赤い歯車。解説、向かって 左側のカラスキと、船はゲーファースドルフ住民の伝統的な職業である、農業と海運を表している。向かって、右は断絶したブレーメン博花の紋章から取られた。この白花は何、世紀にもわたってカーデンベルゲを領有し、その発展に大きな影響を及ぼした。カーデンベルゲ城の領主館と鳩子やブレーメン博の上館公園には領主館、 風変わりな葉と語や珍しい樹木がある。この公園は2008年末に歴史的な姿に戻され、保護文化財に指定された。この公園からの遊歩道は、ビングストのフレーゼン湿地を通っている。3階建てのレンガ作りの領主館は、1724年から1752年に建設された。寄せ棟屋根には八角形木造の明かり鳥の消灯が見られる。 旧社は、現在、博物館とホテルになっている。カーデンベルゲの聖ニコライ教会もともと、ゴシック様式だった聖ニコライ教会は、ミラノ・ニコラウスにちなんで命名された。この教会は、教皇の資料収集係である、ヤーコプデ・ロタの1319年の業務報告書に記録されている。1742年から1752年に、その基礎壁の上に、 多角形の東端を持つ長方形のザールキルヒエとして、より大きなレンガ作りの新しい建物が建設された。西の独立した木造の手楼は1723年に建造された。教会の新築で古い教会のかなり多くの部分が取り壊されたため、この塔はやや金星を描いた格好になっている。現在は積み重ねられた石材で見えなくなっているが、 この塔は4本の壁が付けられた石柱の上に立っている。塔には3つの鐘が設置されている。2つがカリオン用、1つが時報用の鐘である。2つのカリオン用の鐘は、アズとジーに超音されている。2つの鐘のうち、小さい方の鐘は1698年に下でのクリストフ・ハウプナーによって制作されたが、大きい方の鐘は、 割れてしまったため1732年にカスパー・ケイに火によって鋳造された。大きい金は第二次世界大戦で供出しなければならなかったが、そのゴム傷で返却された。時報の金は1950年に初めて鋳造された。内部、説教断付き祭壇は18世紀の初めに製作された。信者席、二階席、グーツプリーヒエは18世紀末に作られた。 オルガンの製造は18世紀に、ヤーコプ・アルブレヒトによって着手され、1754年から1756年まで、ヨハン・ファイン・リヒク・ラップマイヤーが引き継ぎ、1764年に、ディートリヒ・クリストフ・グローガーによって完成された。教会と、教会党は1962年から1965年に、修復された。カーデンベルゲー駅、カーデンベルゲーは、 連邦道 B73 号、ハンブルククックスハーフェン線及び、ビングストへ向かう群道 K22 号線沿いに、一致している。ハンブルクからクックスハーフェンに向かう、ニーダーエールベ鉄道が通っており、カーデンベルゲに駅がある。ありがとうございます。